皆さんこんにちは、 DOT 劇団ヤフト、どうもドットです。今日紹介する商品はこちら。はい、こちらでございます。カプセルプラレールの車両基地編2でございます。で、こちらはまあ皆さんおなじみのおもちゃの、まあ、プラレールなんですけど、今回はこちらのちっちゃいプラレールであるカプセルプラレールを、紹介していきたいと思います。ではまずこちらをカプセルから出していきたいと思います。はい、こんな感じでまずはこのように袋に入った状態で出てきます。で、今回はこちら、はい、このようにシールもついております。で、あれ汽車が入ってないじゃないかと思う人も多いかもしれませんが、まあこれはガチャガチャでランダムなんでね、まあ、汽車入ってる場合と入ってない場合があるんです。では次はこちらを組み立てたいと思います。はい、ということでこんな感じで、組み立てることができました。で、こちらはですね、まあ見てもらったら分かるんですけど、ほら洗車場ですね、ほらこちらに汽車を通してほら洗うんですね、ほらこのように動いたりもします。はい、はい、ということで、今回はこちらのカプセルプラレール車両基地編を紹介してきました。で、感想はですね、本当にすごくいいおもちゃだと思います。で、まあ本当にこれ汽車とかがあったら、まあ、普通にこのように汽車の世界が本当に出来上がると思います。で、皆さんもこちらはガチャコーナーに置いてあるので、ぜひ気になった方は回してみてください。この DOT 劇団ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。グッドバイ。